シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ヨークの件はモンストニュースまとめていくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュースまとめやっていくぜ。はい、ということで早速見ていこう。11月10日はモンストの日、絶対に交換しよう。はい、未開大地が出現、新たに拠点51が追加で、本開催より拠点31から40でもミラクルミンが使用可能に。はい、お次はキュートのクエストが期間限定で再登場。はい、なぜかこのタイミングでキュートが復刻、まあ1年経ったからかな。はい、でなんかケンウサでもやってくるんかなって思ったら、そういうわけでもない、まあほんと普通の復刻で、このキュートかなり優秀な運枠だから、作ってない人は絶対に作ろう。はい、転送壁に対応している貫通タイプで、白爆発を持った誘発できるキャラクターで、さらに SS が友情のバフを持っていて、これもいいよな。で、本当にいいのが種族妖精でルシファーのコネクトスキルを満たすことができる。はい、そういう点で他に本当こういうことできるキャラいないんだよな、あんまり。というわけで絶対に作っておこう。はい、という状況だったんだけども、なんと公式サイトのキュートの欄でケウサが発表されている。なんでニュースで言わないの、マジでよ。はい、ランク上げチャンスやってきたよ。で、さらに出現確率アップ対象キャラも発表されている今回の新イベント。いやー、スノードロップとか結構役立つんじゃないかな。はい、というところで、これはちょっとマジで重要だぞ。本当になんでニュースで言わないの。はい、お次は予想通りアプデがやってくると。はい、どんなものか確認していこう。はい、まずはリザルト画面のどこをタップしてもスキップ可能に。スキップボタン廃止廃止されるんかよ。まあ押しづらいとかいろいろあって試行錯誤してたけども、結局廃止になって、どこを押してもスキップになりますよ。だからもうそもそもスキップ状態がデフォルトになりますと。うわー、これでも嬉しいな。あ、でもよ、俺なんか動画で何分以内にクリアってものを撮ろうと思ってた時に、結構早くクリアしてやったと思って押してたら、なんかもうそのままタイム出ずに行っちゃったのよね。これスキップする時ってクリア情報根気かな、どっちかでタイム見れるから、そのタイム見たい人は気をつけなきゃダメだよな、この場合。もう絶対にスキップになるんであれば。はい、そこは気をつけた方がいいと思うぜ。お次。はい、クエストプレイ後でもフレンド申請が可能に。はい、これ地味に嬉しいな。クエスト終わった後にフレンド申請しようと思っても、なんか画面連打しててそのまま行ってしまったりとか、そもそも忘れてしまったりとかあるから、これは嬉しいな。はい、というとこで、お次、マイスポットのパワー表示が変更。マイスポットと近くのスポットを重なった際もパワーが見やすくなると。はい、そういう場合見づらいけども、この左上に本日のパワー、本日のパワーが、表示されますと。あ、これいいね。はい、見やすくなります。で、モンスター名検索にもしかして検索が追加。え、これすごくない？これ。ここにカミエルって入れたら、え、これ、ラミルじゃない？カマエルじゃない？みたいな、そういう似ている候補が表示されるんだって。お、すごいな。結構あるもんな、なんか、あんまり使ってない工場ガチャゲンとかを、あれ、なんだったっけ、あれ。え？何ナイトだっけ？あ、炭山、あれ、何ナイトだっけ？みたいな、そういう時にこれを使うと、まあ、候補に出てくるかもしれませんよ、ということで。いい感じかなというふうに思うぜ。はい、というわけでここからは、モンストニュース外で発表された、アプデ情報を紹介していきたいと思うぜ。まずはフレンドガチャでラックが表示されるように。はい、これ地味に嬉しいな。コラボの時も適用してくれるんだろうか。モンスターメニュー上で自分のラッキーモンスター確認しやすくなりますよ。さらに先週より自身のラッキーモンスター効果数が減っていた場合は、びっくりマークつきますよ。これいいね。で、マルチの場合、今までは、この上の戻るボタンで、デッキ選択画面しか戻れなかったけども、募集リストへが追加されて、募集リストまで、遡れるようになりました。これもいい。で、フィールド系のテキストの変更がありました。回答キットが新重心化になんか慣れないみたいな、不具合あったけども、
ちゃんと直しますよっていう風になってるぜ。はい、以上。さあ、お次は新限定モンスタークリムトが初登場ということで発表されました。やってきたな、スターライトミラージュで、おそらく新限定来ると予想していたけども来ました。で、ガチャは明日金曜日開催、これお忘れなく。で、性能を見ていきますと、貫通&ゲージ、妖精、砲撃型、クリティカル、超アンチ重力バリア、超アンチダメージボール、バイタルキラー M、SS ターンチャージ L、ゲージでアンチブロック、ソウルスティール M、ストライクショットがターン12プラス12、スピードとパワーがアップ&ヒット射的の弱点倍率を大アップさせる、友情コンボ超強パワードライブ、副友情コンボ超絶 SS 短縮弾となっているぜ。はい、このクリムトさんなかなか難しいな。というのが、予想段階では天魔4の適性としてやってくると思っていたんだけども、全然そういうわけではなかった。はい、まあどこ行けるんかなって考えていくと、この3ギミック対応では未開大地拠点45が出てくるんだけども、あそこは反射タイプが有利で、この子貫通タイプだからあそこの適性というわけではないよな。うん、だからほんとどこ狙ってんのかなっていう風になっている。じゃあ逆にこの3ギミック対応で貫通タイプで考えてみると、ガチャゲンではシノしかいない、だからそこでハマるっていうのもまあ相当先とかになってくるし、まああるかどうかわかんないし、2ギミックで考えていった場合でも他すげえたくさんいるから、本当に何なんだろうな。まあというところで魅力を上げていくと、砲撃型でスアイバイタルキラー M がついていて、それの威力の超強パワードライブ、新しい友情コンボと超絶 SS 短縮弾を持っていると。はい、この友情コンボの威力面と、あと SS でも弱点の倍率を上げれるよな。はい、そこでまあ、もろもろのやつをバーンってぶちかませるし、で、もう一つが、この子 SS ターンチャージ L を持っていて、これが4ターン短縮だよな。で、副友情コンボに超絶 SS 短縮弾があって、これは3ターン短縮らしい。だから、低難易度周回とかで、まあ、組み込んで、一気に短縮をブワッてかましていきますよっていう、なんかパーツになったりするんじゃないかなっていうところがあるよな。だから、まあ、無理やり組み込んだりとか、貫通タイプで当たりやすいし、まあ、そういうことなんかな。まあ、ほんと、現状では、どこ狙ってんのかなってわからんけども、まあ、運営がすぐに無理やり適正を、用意するかもしれんと。だからまあ、わからんな。うん、だから現状では、まあ、頑張って引きに行かなくてもいいのかなっていうところはある。はい。まあ、そういうなんか、久しぶりにこういう限定だったな。まあ、とは言っても、シャルルマーニュも、まあ、ドハマりしてないから、そうなんだけども、前回の新島八重が、まあ、完璧にドハマりしていたから、まあ、他のね、限定とかも、その、属性限ではないけども、他の限定とかでもバッてハマってたから、まあ、ちょっと、はい、こういうキャラでしたわ。オッケー。はい、というわけでお次は、重心化界ウォッカ。おい、ちょっとウォッカさん、あなたよ、普段、グレンの効果に耐えてみせよっていう声なのに、今回普通の声だったよな。はい。わからんかったじゃねえか、ウォッカって。コナンコラボ3期 OK。さあ、見ていきますか。アンチ転送壁もらいましたよ。それで3ギミック対応になりました。まあ、でも、この3ギミック同じキャラは、ほんと数体しかいないから、まあ、それはほんと後で、まあ、それではなくて転送壁絡みの2ギミックで活躍していくんかな、というところだよな。で、そこでは、転送壁と地雷で考えていった場合は、すげえ優秀なキャラがいっぱいいるから、まあ、ワープ転送壁の方なんかなというところ。まあ、この人、超砲撃型で、それを活かすのが結構、まあ、超砲撃型がもったいない感じにはなってるよな。友情コンボが超絶貫通ホーミング12で、片方が攻防アップになっている。あー、でも超絶貫通ホーミングが12で、それにカウンターキラーとバイタルキラーが状況によっては乗ってくると、まあ、これ悪くはないんか、出せるときは十分出せると。まあ、でもやっぱり殴りの方になってくるって感じではあるよな。はい、カウンターキラーに超満 M、 バイタルキラー持っていて攻防アップの攻と弱点特攻 SS、はい、それで殴っていけるし、防御面は攻防アップの棒と超レーザーストップを持っている。
まあそういう感じかな。でも殴りの火力上げアビは全て、常に安定して出せるわけではないから、そういう、まあ、弱点もあるが、全体的に殴りも防御も友情も程よくあるというところと、まあ、現状でも転送壁の貴族性の、まあ、高難易度すぎるところではないけども、ある程度いけるということで、まあ、悪くない重心化回かなというふうに思うぜ。 OK、 はい、という感じになっているぜ。ウォッカさんでした。 OK、 さあお次は重心化回バルムンク。イラストの雰囲気すげえ変わったな。はい、見ていくと、この人はアンチウィンドが超アンチウィンドになった。アンチ転送壁もらいました。底力が L になりました。アンチダメージウォールが超になりましたよという感じになっているな。さらに SS 弾短縮ももらいまして、対応アビリティ的にはゴーデス離れこぐにに行ける性能になっているぜ。まあ元から行けたんだけどな、元から行けたんだけども、何が使いやすくなったかというと、アンチウィンドが超になったから、まあスピード面が上がったよな。はい、というところと、 SS の遅延がこれ元からどう変化したのか分からんけども、変化しているんであれば、この SS の部分でさらに行きやすくなったし、 SS ターン短縮もあるから、まあ遅延が役立つよねというふうになっているぜ。 OK、 まあそういうところかな。はい、バルブンクさんでした。 OK、 はい、お次はトリココラボ。 OK、 はい、こんな感じで、4人のイケメンの修学旅行。おほほ、めちゃなんかかっこいいな本当に。でこういうのあります。お次のモンストニュースは11月16日木曜日。 OK、 そしてラッキーモンスター、次の動画でお会いしましょう。あっぱいよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。